やっていきたいと思います。はい、あばっちょ。はい、どうも、はじめまして、トニーです。ジャイです。今回はですね、はい、この檻と暗闇の森の続きをやっていきたいと思います。はい、あばっちょ。今立っているところから下を押しながら、ここですね。なんか上に赤いのがあるけど、お、あー、いいの。精霊の光、精霊の光の器、ショーを見つけました。精霊の光が追加されました。精霊の光の器をもっと見つけて、より早く能力ポイントを獲得しましょう。なるほど、能力が増えるんですなって感じですね。うん、あれ下光ってますけど大丈夫ですかね。あれ上なんなんでしょうね。あれなんかいいものっぽい。あ、食らう。あの、これかなり難しいアクションゲームらしいんですよ。命のかけらを見つけました。もっと集めてバイタリティを補充しましょう。はい、なるほど。おっと、びっくり。ああ、ほっ、ん、いいもの。エナジーセルを見つけました。これでより多くのエナジーを取り込んで使用できます。エナジーを使うとゲームセーブするためのソウルリンクを作れます。ゲームをセーブするには B を長押ししてソウルリンクを作ってください。なるほど。この状態でB をしたら、ん？今はとりあえずここでセーブしなさいってことですか？あ、セーブされましたね。ああ、このセーブしないと。おお、うわ、え？え？これね、書いてたんですよ。何？死にゲーって書いてたんですよ。死にゲー。はい、死んで覚える感じですね。おっ、おっ、うっ、じゃ一撃なんですね。ここに体当たりさせる感じですか？そう。おっ、おっ、うぅ、あー、見つけましたね。満パンになれ、なると能力ポイントを獲得できます。もうちょっとですね。めっちゃ難しいじゃないですか。めっちゃ怖い。びっくりしましたね。うん、ほうほう、これ下なんかある感じですか？なんかありそうだね。おぉ、ソウルリン、おー、能力ポイントを獲得したのはソウルリンクを作り、能力ツリーにアクセスするには B をタップ。なるほどなるほど。この、はいですね。このバーはオリが集めた精霊の光を表示します。あと36吸収すればさらなる能力ポイントを獲得できますってことですね。光の再利用、ソウルリンクを再利用してクールダウンタイマーを早めます。いろいろアイテムのほとんどを檻に引き寄せます。リチャージ前に3回炎が売っている。炎なんて売ってるんですか？うん、あ、なんか使っちゃった。ああ、使っちゃったけどいいんですかね。光の再利用、うん、これ再利用したいんですけど。あ、ソウルリンクに光を灯すことができると。なるほどね。はあ、すごいですね。ね。森の奥深くで檻は失われたものを見つけた。小さな光を拾うには罰。力が戻ってくる。僕は戦意、精霊樹の光であり目でもある。ほう、精霊樹から引き離されてこの兄弟を境内をさまよっていたんだ。もしよければ君の旅に同行させてくれないかい。案内ならできるよ。心強い。動かないで。何か聞こえない？彼らが君の後を追ってきたんだ。おお、怖い。何ですか？精霊の光を使うには罰を連続タップしてください。精霊の、何、あんたなんすか？ちょっと待って。上にも、上、消えちゃった。
おお、あ、ちょっと離れてても攻撃できるんですね。光は必ず私の元に帰ってくる。精霊女はそう言っていた。洞窟を抜けた先の空き地には精霊女はいるはずだ。このまま行けば道があるよ。うん、なるほど、ステージみたいな感じですね。あ、今ここまで進んできたって感じですね、ここから、うん、これ上にもなんかありましたね。上にか感じなのね。とりあえずじゃあそこを目指しますか。ん、出ていくんだ。ん、今なんか僕変なことをしました。なかなか面白いですね。これすっごい面白いですよ。マップを見るには、それはどこのボタンですか。ん、あ、これですか。はっはー、めっちゃかっこいいじゃないですかね。え、一気にめっちゃ心強いねえ。うん、あ、なるほどなるほど。あ、これで精霊ポイント、ソウルリングの準備ができました。ここで一旦セーブしといた方がいいんですか。さってもいいかもね。セーブしました。すごい。はは、なるほど。お、いった、あれ攻撃するようになってきましたね。うお、なるほどなるほどなるほど。でこっちに進めるようになってるんですね。あ、なるほどなるほど。でもあっちになんかありましたよね。うん、あっちちょっと見てみますか。ほう、あ、めっちゃ面白いですねこれ。あ、いた、先走って、あ先走って、あ先走って、あってなりますよねこれ。ほらほら、攻撃する前に攻撃。 OK、 ほい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 、ほい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 、めっちゃ楽しいですねこれ。すごく楽しい。うん、能力ポイントを獲得。セレノイズミはニブルの中を素早く行き来するために使われてきた古代の建物だよ。はあ、疲れた時は精霊の泉の光で力を蓄えるといいよ。回復ポイントですか。せやね。ははは、ここでワープもできるしセーブもできる。なるほど。でワープってどういうことですか。ああ、泉まだまだないってことですね。うん、探さなあかんね。なるほどね。ははは、はあ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 、ほい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 、おっと、これは攻撃できないですか。ああ、この先ですよね。なんかあるけど下ですよね。ねえ、ほい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 、精霊ポイント貯めまくる。物を掴むときはこれを長押しで、なるほど。でこんな感じですね。おお、キーストーンを見つけました。キーストーンは精霊のゲートを開けるために使います。それぞれ精霊のゲートが必要とするキーストーンの数は異なります。なるほど、キーストーンを見つけていきなさいってことですね。せやね。なるほどね。はっはっは。他もっとこうセーブゾーンないんですかね。ねえ、ほん、上から行く感じでよろしいんですかこれは。この下ってなんかないんですか。 あ、セーブゾーンありますね。ん、あ、で、ここでセーブしましたね。はい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 。何か増やせれるの。何か増やせれる感じです ね、 ね、リチャージ前に3回炎が打てるようになります。これ増やしていくとどうなるんですか。なるほどね、エアダッシュができるようになるんですね。ウルトラソウル選択。ほほん、炎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 、
まあ、とりあえず今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、それでは続き次回やっていきます。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。あとツイッターもやってます。説明欄の方にですね、ツイッターの URL が貼ってますので、もしよかったらフォローしていってください。はい、お願いします。それではトニーでした。チャイでした。またね。またね。